映画やテレビで二枚目俳優として活躍した。宇津井健さんが慢性呼吸不全のため亡くなりました。八十二歳でした。僕たちの仕事というのはもう、あの、極みがないですから。もう、どこそこ、もう、の会社だったら、社長になり。まあ、会長になれば、もういいでしょうけど。はい、役所の場合は、それはない。宇津井さんは東京都出身で。昭和二十八年。 早稲田大学在学中に映画思春の泉の主役に抜擢されてレビューしましたその後映画やテレビで二枚目俳優として活躍し民放のテレビドラマザ・ガードマンや歌手の山口桃恵さんと共演した赤いシリーズなどで安定感のある落ち着いた演技で親しまれましたまあお母ちゃんが見守ってなくとも もうみんな自分の力でやっていけるということや NHK では平成六年に放送された連続テレビ小説ピアノで主人公の父親役を演じたほか武田信玄や信長、天地陣など大河ドラマにも数多く出演しました乗馬が得意なった宇津井さんは三年前に NHK で放送されたドキュメンタリー番組旅の力に出演し 22歳の時の銀幕デビューは馬に乗れることでつかみ取ったというエピソードをはじめ俳優人生の背景に常に馬への愛があったことなどを振り返っていました所属事務所によりますと宇津井さんは昨日午後6時過ぎ慢性呼吸不全のため亡くなったということです通夜告別式は親族のみで行う予定で後日、お別れの会が開かれるということです